あれと、のっぺらぼうって知ってるか？のっぺらぼうって、目や鼻、口がない化け物のことだろ？確か、話は、男の人が道端を歩いてると、一人の女の人がしゃがんで、泣いてるみたいだったから、その男の人は心配になって、どうしたんですか？って声をかけたんだけど、何にも言わず、ずっと泣いてるばかりだったんだ。放っておくこともできないから、何があったんですか？話してみてください。力になりますよ。って、優しく話しかけたら、やっと立ち上がって、ゆっくり、その女の人が振り向いたらしい。そしたら、その顔は目も鼻も口もない、何にもないのっぺらぼうだったんだ。多分、そんな話だったよな。そうだよ。その、のっぺらぼうが、本当にいるらしいんだよ。バカだな、レンは。お前はすぐそういうこと信じるからな。のっぺらぼうなんて、いるわけないだろ。バカ、ハルト。いるんだよって、それが。俺の近所の先輩がいるんだけどさ、この間、のっぺらぼうを見たって言うんだよ。怖くないか？ああ、バカバカしい。もう、俺帰るわ。おい、ちょっと待ってよ、ハルト。待てって、ハルト。なんだよ。だからさ、今度さ、ちょっと行ってみないか？その先輩が見たっていう場所にさ。いいじゃんか。な？リカちゃんと、翼ちゃんも一緒に行けばいいじゃん。4人でさ、肝試しみたいに行こうよ。わかったよ。じゃあ、リカちゃんに聞いとくから。ありがとう、ハルト。じゃあ、今週末ね。本当にいるのかな、のっぺらぼうなんて。そうだろ？レンがさ、しつこいんだよ。だって、本とかしか見たことないよ。本当にいるとは思えないけど。まあ、一回、一緒に来れば、レンも満足するんじゃないか？嘘だってことがさ。翼ちゃんは来なかったの？翼は怖いの苦手だから嫌だって。のっぺらぼう？嫌よ。絶対に嫌。私行かないからね。前の口裂け女の時みたいになったら嫌だし、私は絶対に行かないわ。って言ってたわ。翼は本当に怖いのが苦手だからね。あんまり無理言って来るのもどうかと思って。そうだな。その方がいいよ。まあでも、のっぺらぼうなんかいないけどな。はぁ、なんで翼ちゃん来ないんだよ。俺一人じゃ寂しいじゃんか。本当にのっぺらぼう出たらどうすんだよ。ハルトはいいな、リカちゃん来るって言ってたし。あ、ハルト、リカちゃん。で、のっぺらぼうがいるところはどこだって？ああ、多分こっちの方だよ。もうちょっと行った先のところ。そっか。
ハルト、嘘だと思ってるだろう。興味はあるけどさ、いるわけないじゃん。わかんないよ、もしかしたらいるかもしれないからね。そうかな。そうだよ、リカちゃんの言う通りだよ。ほら、行くぞ。ここら辺だったような気がするんだけどな、聞いた話によると。ほら見ろね、どこにもいないじゃないか。つまんないの。確かさ、この大きな木の近くにいたって言ってたんだけど。なあ、もうちょっと待ってみようぜ。もうちょっと待つなら、喉乾いちゃったよ。そうだな。レン、ちょっとコンビニ行ってきていいか？え？俺を一人にするの？それは無理だよ。じゃあ、俺がさ、見ててあげるから、リカちゃんとレンで行ってこいよ。そう？じゃあ、ハルトくんの分も買ってくるね。おう。行ってくるね。どうしたの、レンくん。どこかにさ、のっぺらぼうがいるんじゃないかって、怖いんだよ。もう、レンくん、しっかりしてよ。レンくんが、のっぺらぼう見たいって言ったんじゃないの？あ、そうだけどさ、でも、見るとなると怖いじゃん。レンくん、早く飲み物買って、ハルトくんところ戻ろう。ハルトくんは一人なんだよ。あ、わかったよ。行こう。はぁ、でもさ、怖がりの癖して、こういうの好きなんだよな。のっぺらぼうなんかいるわけないのに。あれ？女の人が座って泣いてる。まさかそんなことないよな。まさか本当にのっぺらぼうがいるわけないよ。ちょっと話しかけてみようかな。どうしたんですか？何かあったんですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？動画を最後まで見てくれてありがとう。グッドボタンもよろしくね。なぞなぞいくよ。じゃんけんでパーを出す服ってなんだ？わかるかな？動画クイズだよ。私とレンくんはハルトくんを残してどこに行ったかな？
わかったらコメント欄にコメントしてね。チャンネル登録はこちらからでも登録できるよ。次はどっちの動画を見る？